クンバは、カメルーンの南西州の都市。2012年の人口は173,049人。市民の約75%が若者である。国道8号線と国道15号線がクンバで合流する。ココアやヤシユ、材木の集産地である。カメルーンの英語圏地域の交通の要所である。多くのナイジェリア人が訪れる。クンバは、南西州最大の都市であり。 ほとんどの主要道路が群馬から放射状に伸びる。なお、州都は、ブエアである。国内最大の火山湖であるバロンビムボがある。カムレールの西の終点である。住民のほとんどが英語と美人言語、一つ以上の、現地語を話す。主要先住民は、バファウ人で、バファウバロン語を話す。バファウ人は、HRH フォン・ビクターへセミソンを、向けて最高主張に、統治されている。 彼は現在カムテルや向けて農業有限会社を率いている。クンバは国際都市であるため、バファウ人は人口の数パーセントに過ぎない。文化の多くが失われたが、言葉はまだ老人によって保存されている。セルジュ・ベッツェン・エヨングエノー、ありがとうございます。